はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノレスです。テンション高いですね。どうしたんですか？わかんないです。なんか、最近コメントで、テンション高い方がいいって言ってたんで、ちょっと頑張ってみました。びっくりしました。今日なんですけども、リーグ情報。そうなんすよって、何がそうなんすよって。リーグ情報、今日は3つ。あ、そうですね。それと、抽選情報があるんですね。今日は音楽情報の方はありますね。あるんです、ね。聞きました。はい。このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、早速なんですけども、はい、リーク情報の一つ目ですね。はい、これ前、ね、ですね、以前にも、ご紹介ね、してるんですけども、はい、ちょっとかっこいいなって言ってた、はい、エアジョーダン1、はい、はい、OG の、カラーの方が、ライトスモークグレーです、ね、そうですね、はい、はい、こちらの方がですね、オフィシャルの画像が何か出てきまして、はい、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、以前からね、持ってる方の投稿を何回か紹介してたんですけど、はい、やっとね、まあ、公式という形で出てきまして、以前からですね、こちらの方が7月の11日の発売じゃないかというふうに言ってたんですけど、はい、この公式画像出てきたのもありまして、おそらく、来月の7月11日で間違いなさそうですね。ああ、なるほどね、はい、まあ、以前も言ったんですけど、7月の前半っていうのは、まあ、今回のこのライトグレーが11日で、まあ、他にもね、その前にオルタナレートグレープ、エアジョーダン5のオルタナレートグレープのも発売したとかするので、はい、まあ、ホットな商品になるんじゃないかって言ってた、まあ、一足ですね。そうですね、はい、まあ、このね、くるぶしのところが赤っていうのはなかなか、ね、かっこいいですね。ワンポイントになってていいなって感じですね、はい、どこの海外のスニーカーサイトも、はい、まあ、2018年に発売された、LA のユニオンとのコラボあったじゃないですか、はい、エアジョーダン1のあちらのね、まあ、スタイルブロッキングに似ているっていうふうに書いてましたね、まあ、外観は全然違うんですけど、まあ、組み合わせ方といいますか、それが似ているって書いてましたね。まあ、こちらのね、ライトスモークグレーに関しては、はい、灰色の部分が思いっきりスウェードなんで、はい、そうなんですね。で、はい、で、かかとの部分に見えるこの赤い部分っていうのは、まあ、スウェードじゃないんですけど、まあ、革ですね。はい、そのスウェードが使われてまして、ちょ、これかっこいいっすよ。かっこいい、ね、はい、まあ、以前から言ってるんですけど、そのことは。はい、で、スウッシュがブラックで、サイドのボディの部分がホワイトで、で、サイドソールの部分がホワイトで、アウトソールの部分がブラックっていう感じ。そうですね、はい、でこちらにちょっとね、公式の画像を見て初めて知ったことなんですけど、はい、このライトスモークグレーに関して、はい、シューレースがね、もう一本あるみたいで、そうなんですよ、それ知らなくて、はい、今回初めて知ったんですけど、はい、デフォルトでね、ずっと使われてるのがブラックだったんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、今回はね、ホワイトもね、入ってるんですよね、はい、これね、ホワイト通すのもすごくかっこいいですよね。かっこいいですね、はい、で、このね、ボディがホワイトなんで、このホワイトのシューレースの方も、まあ、溶け込むじゃないんですけど、合うんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね。はい。スウェードの部分が汚れて、綺麗に保ちたいっていう方がおられるかもしれないですけど、僕ね、スウェードの部分がすごく汚れた靴結構好きなんですよね。なんかスウェードの靴で、綺麗な頃よりか、はい、なんていうんですかね、ちょっと1、2回履かれてる状態の方が僕が好きなんで、今回もしこれに手に入れることができたら、まあ、ちょっとガガ履いて、まあ、ちょっと汚れた感じでいこうかなと思ってるんですけど、まあ、あまりにもね、黒ずみが目立つようであれば消しゴムかなんかで、はい、綺麗するかもしれないんですけど、はい。って思いましたね。まあ、そんなに急ぐでしたね。はい。で、もうこれフライングで言ってしまうんですけど、はい、7月前半のカレンダーあるじゃないですか。はい。本命はおそらくこれになると思います、僕は。ああ、そうなんですか、ね。はい。今のところこれかなっていうふうに思ってるんですけどね。うん、はい。まあ、いくつかね、何足か気になるスニーカーが出るんですけど、そうですね、今のところ僕がこれが一番ちょっと欲しいかなって思ってますね、前半に関しては、うん、はい、まあ、フライングで先行っちゃうとって感じなんですけど、はい、はい、また発売直前でね、はい、正確な情報といいますか、そうです、まあ、日本での発売日だったりとか、はい、あとまあスニーカーズでどうなのか、そうですね、情報出てきましたらね、はい、はい、またこちらの方で動画でお伝えしたいなと思います。続いてのリークになるんですけども、エアジョーダン1ハイの、はい、ですね、ミッドナイトネイビーですね。そうですね。はい、COJP モデルといいますか、はい、以前にもご紹介したんですけど、2001年に発売されて、3000足限定ですかね、はい。はい。その時に発売されたモデルで、まあ、19年の時を経てじゃないですけど、うん、2020年に復刻されるんじゃないかと言われてたんですけど、実物のね、投稿が以前あったんですけど、もうめちゃくちゃわかりにくい投稿で、本当に2020年モデルなんかどうか分かんなかったんですけど、はい、今回ね、いろいろね、
いろんな角度から投稿しているのがありまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、これを見ることによって何が分かったかと言いますと、2001年に発売されたモデルと、やや若干変更点があるのがよく分かったんですよね。はい、集団の部分ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、2001年に発売されました、ミッドナイトネイビーは、ジャンプマンロゴやったんですよ、はい。で、今回の2020年に発売されるミッドナイトネイビーに関して、うん、ナイキーなので、支所にやってるんですよ。はい、で、この集団部分もね、なんていうんですかね、タンブルレザーのような生地が使われてまして、はい、その上にね、ナイキーやって刺繍が入ってまして、僕ね、このジャンプマンロゴよりナイキーやの方が基本的に、まあ、僕の好みですよ。僕が好きなんで、うん、今回のね、このナイキーやって刺繍着てるのが、ちょっといいなってめっちゃ思ってるんですよ。はい、あ、今回これ見て、あ、これで来るんやっていうふうに思ったっていう話なんですけど、うん、あとね、この全体のムバックの、ネイビーの部分なんですけど、以前発売されたものより、今回の方がね、やや若干淡い色になるっていうふうに書きましたね。まあ、明るい感じ。写真で見る限りでは、若干淡いですよね。そうですね。なんかネイビーって感じしないですもんね。そうなんですよ。これね、光の加減もあると思うんですけど、うん、おそらく2001年に発売されたネイビーよりも、だいたい薄い感じはしますね。そうですね。はい。海外のスニーカーサイトも、そういうふうに書いてたんで、うん、はい。まあ、その集団の部分が変更があったっていう感じなんですけど。うん、これ以前からホリデーシーズンに発売されるんじゃないかっていうふうに言ってたんですけど、はい、今回のね、最新のね、リークを見ていると、2020年っていうふうになってるだけで、はい、ホリデーっていうのがね、なくなってたんですよ、ね。ああ、そうなんですか。もしかしたら、まあ、今回ね、こういう実物の投稿が結構あったので、はい、ホリデーより少し前倒しになるのかなっていうふうにちょっと勘ぐってるっていうだけの話なんですけど、これ僕が、はい。ホリデーっていうふうにあったんですけど、消えてたんですよ。うん、なんで、もしかしたら、そのリリース日が新たに更新されて、何か今後情報が出てくるかもしれないの で、ね、まだうまく情報を追って、はいはい、こちらでご紹介したいと思うんですけど、そうですね、はい、こちらの方もね、はい、何か続報出てきましたら、ね、また動画の方でお伝えしますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ3つ目のリーグ情報なんですけども、はい、これが今晩なんですかね、はい、キスの方で発売されるんですけども、はい、バンズとのコラボ、ね、そうなんですよね、はいはい、2足ほど出てきまして、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、6月27日の東部時間の午前11時に、はい、キスのホームページの方で、うん、まあ、こちら発売されるらしいんですけど、はい、日本時間で言うと6月28日の明日の、はい、まあ、午前0時か午前1時頃に、まあ、日本からだとその時間帯で買えるのかなと思うんですけど、はい、こちらの方がバンズとのコラボで来てまして、はい、これね、面白いなと思ったのが、モロッコのタイルあるじゃないですか、はいはい、それのね、柄を落とし込んでるじゃないかんですよね、はい、まあ夏って感じがしますよね。なんか夏にね、短い靴下に合いそう。はいはいはい。小足でも合いそうですけど。ショートパンツ履いてみたいな感じですよね。はい。この青色とかなんか夏に合いそうなカラーですね。そうですよね。はい。バンズをね、スリッポンで昔僕結構履いてたんで。履いてましたね。懐かしくて、ね、ちょっと、ご紹介したかったんですけど、はいはい、僕ね、ナイキの靴を2001年か2002年ぐらいであんまり履かなくなってから、うん、割とね、バンズの靴も結構履いてたんですよ。ああ、そうなんです。バンズのスリッポンで、マーク・ジェイコブスとコラボしてたモデルであったりとか、はいはいはい、あと、アーペン・フェイとね、うん、コラボしてた水色のバンズのスリッポンとかも僕履いてまして、はいはいはい、あと、まあ、バンズで言うと、ボールトっていう、ちょっと高級ラインみたいなのが発売されだしたんで、はい、確かね、バーニーズ・ニューヨークとかでさっき発売されたと思うんですけど、はいはい、辺をね、履いてたんで、まあ、ちょっとこの時のこと思い出したなっていう。感じなんですけど、ね、はい、まあ最近は全然バンズは勝てないんですけど、うん、はい、あと気になる方はね、はい、キスのホームページでチェックしてみてもらえたら、ちょっと相当に重たいんじゃないかな。そうですよね。先日ね、お伝えした、はい、エアホースの方法なので、はいはい、相当に重いんじゃないかなと、そうですね、しますけどね、はい。ゆっくり見れないかもしれないですね、もしかしたら、ね。そうですね、はい。まあ、カートに入るとこまでは多分いけるような。なるほど。はい、決済でいつも選べるので。はい。はい、はい、続きまして、はい、抽選情報なんですけども、ね、こちらの方が、はい、ナイキダンクローのチャンプカラーもこの間ね、はい、スニーカーズの方で発売されたばかりなんですけど、まあ、僕らがね、買えなかったモデルなんですけど、そうなんですよ。はい、こちらの方の、抽選情報が、また、アローズさんの方ですかね、はい、で来てる。来てましたね。いうことなんですね。はい、で、こちらの方が、はい、実は6月の30日火曜日の朝10時から、抽選の応募の方が始まりますというところなんですね。はい、まあ、締め切りが、はい、7月の2日木曜日の23時59分までと、はい。3日ぐらいあるんですかね。いう感じですね。はいはい、はい。
まあ、7月の8日からあの当選者にはメールで通知が行くということらしいんで、はい、まあ、僕もね、これも欲しくて、あの結局は逃しちゃったんですけども、はい、あのね、あの国内でもひょっとしたら他に情報出てきてないのでラストチャンスかもしれないので、そうですね、はい、あのまあ最後の望みということで申し込みをしておきたい、はい、あ、僕も申し込みですね、はい、セントジョーンズの方もこの間望みで申し込んでるので、あ、そうですね、はい、まあ、全然メールが来てないんで、うん、まだちょっとどうなってるのか分かんないんですけど、はい、はい、まあ、こちらが6月30日の方に、はい、まあ、また10時頃に分かるんですかね。そうですね。はい、まあ、これいつもね、あの、応募フォームを見つけるのが結構大変というか、はい、なるほど、どこなんやろうってなることが多いので、はいはいはい、まあ、またあのコミュニティの方、あ、そうですね、はい、あの見つけましたらまたあのご連絡の方したいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、あと今日は音楽情報のありますね。あるんですね、はい。はい。ちょっとご紹介したい一面があるんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、ロンドン出身のシンガーソングライターであり、はい、まあ、ソウルシンガーでもある、ジェシー・ウェアっていう、はい、あの人がいるんですけど、はい、この彼女のですね、4枚目に当たる新しいアルバムが、むちゃくちゃ良くて、はい、まあ、最近むちゃくちゃいいって言ってるんですけど、ずっと言ってます。本当にね、あの、なんですかね、1週間に1回名盤が出るぐらいね、はい、すごいね、あの、いい作品が結構出てるんですよ。あ、そうですね。はい。で、What's Your Pleasure っていう、はい、アルバムが出たんですけど、こちらの方がですね、まあ、まずキーワードで言いますと、このアルバムはね、とりあえず 80s とっていう感じなんですよ。で、その 80s は何かって言いますと、80年代のディスコとファンクとハウスミュージックを、ね、組み合わせてるサウンドになりまして、はいはいはい、あの官能的な、はい、まあ、R&B 的メロディーと言いますか、陶酔感のあるグルーヴに満ちたアルバムでして、はい、聴くならね、昼間より夜っていう感じなんですよ。あ、そうなんですね。はい、ベースラインがすごく気持ちよくてですね、はい、あのデュアリパのアルバムもすごいかっこいいディスコアルバムやったんですけど、そうですね、こちらのジェシー・ウェアの新しいアルバムっていうのは、まあ、同じくディスコアルバムなんですけど、うん、デュアリパの作品に比べるとやや大人と言いますか、まあ、渋いカクテルを飲みながら聴きたいなっていうようなサウンドなんですよ。はいはいはい、すごく官能的で、まあ、スモーキーなディスコっていう感じなんですけど、はい、あの6曲目の曲で、はい、Save a Kiss っていう曲があるんですけど、はい、それがね、すごくね、ヴィンテージのサウンドと、モダンなサウンドをね、うまくこう、なんていうんですかね、マッシュアップさせてるような、はい、まあ、オーガニックな感じに仕上がっている曲があるんですけど、はい、このアルバムっていうのは、プロデューサーがですね、シニアモバイルディスコのジェームス・フォードっていう方が、あの担当してまして、はい、あ、まずその人の説明したいんですけど、そうです、はい、シニアモバイルディスコっていうのは、2人組によるエレクトロ、何ですかね、ダンスユニットなんですけど、はい、まあ、テクノのユニットと思ってもらったらいいんですけど、はい、そのシニアモバイルディスコのジェームス・フォードが今回のジェシー・ウェアのアルバムをプロデュースしてるんですけど、はい、そのシニアモバイルディスコのジェームス・フォードなんですけど、はい、アークティック・モンキーズのファーストアルバムから今まで出てる作品のプロデューサーをしてたりとかですね、はい、一応ね、ダンス畑にいるんですけど、はい、ロック畑のバンドを、まあ、プロデューサーを割とね、そのジェームスがやってることが多いんですよ。なるほど、はい、そんなジェームス・フォードなんですけど、まあ、そんなジェームス・フォードがやってるシニアモバイルディスコっていうのは、はい、今で言うと、なんか EDM って言われてるじゃないですか、はい、エレクトロのこと、はい、僕らがね、エレクトロ聴いてる時代っていうのは2006年ぐらいの話になるんですけど、はい、シニアモバイルディスコってやったりとか、あとジャスティスとか、あとデジタリズムっていう、この3曲がすごい有名だったんですよ。そうです。でその3組っていうのは、いわゆるね、エレクトロって言われてまして、そうですよね、今で言う EDM って言われる前のエレクトロって言ったらいいんですかね、うん、EDM っていう言葉に回収されてからそっち系の音楽あんま聞いてないんですけど、うん、まあ、僕らがすごく聞いてたのはそのシニアモバイルディスコであったりとかジャスティスであったりとか、うん、デジタリズムも聞いてたんですけど、はい、まあ、そのシニアモバイルディスコをやってた、まあ、ジェームス・ホールがこの作品をね、あのプロデュースしまして、うん、で先ほど言いましたその、Save a Kiss っていう曲がいいって言ったんですけど、はい、そのトラックを聴いた時にめちゃくちゃね、あの初期の頃のシニアモバイルディスコのサウンドにすごく似てたんで、うん、まあ、いいなと思ってちょっとあの紹介したいなと思ったんですけど、はいはい、なんか久しぶりにねそのジャスティスの名前出したんですけど、はい、最近ジャスティスがどうしてるのか全然知らないんですけど、はい、あのジャスティス初めて聴いた時に、うん、めちゃくちゃダクトパンクの、なんですかね、チルドレンって感じでしたよね。ああ、まあもちろんそうです、ね。絶対にダクトパンクに影響を受けてるよなっていう感じで。うんうん、あと、ジャスティスの作品ってね、アルバムなんですけど、はい、あの、パリの閉店したコレットってあったじゃないですか。はい、あそこで普通に売られてましたからね。ああ、そうなんですね。はい、あのアルバムの、うん、はい、なんですけど、まあちょっと懐かしいなっていう、うん、思ったっていう感じなんですけど、その時はまあ2007年に三強と言われてた、まあシニアモバイルディスコとジャスティスとデジタリズムの、まあ3組のそのシニアモバイルディスコのジェームス・ホールが、はい、まあ今回ジェシー・ウェアのアルバムをね、
プレゼントしてるっていう感じなんですけど、はい、もしよければ、宣伝半ばにそういったね、ジャスティスとかであったりとか、はい、そのエレクトロのサウンド好きだったよっていう人がいたら、まあ、今回のジェシー・ウェイのね、アルバムをちょっと聴いてもらいたいなと思うんですけど、ね、本当に良かったんで、はい、概要欄の方に、はい、ストリーミングの、URL だの貼っときますので、はい、YouTube の方も貼っときますので、はい、もしよければ聴いてもらいたいですね。そうですね。聴いてもらうなら夜っていう感じなんですよ。はい、なるほど。そうなんですよね。はい。以上です。はい、また、抽選情報の方ね、はい、ナイキダンクローのジャンプカラーですね、はい、実際に応募受付の方が始まりました、コミュニティの方でまたご連絡いたしますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイネスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust.